アルシンドは、ブラジルパラナ州、メジアネイラ出身の元サッカー選手。サッカー指導者。ポジションはフォワード。長男のイゴールもサッカー選手で2011年には、カシマアントラーズに所属。カシマアントラーズで、親子2代の外国籍選手は、史上初。CR フラメンゴの下部組織で育ち、1986年にトップデビューした。フラメンゴでは、 ジーコやジュニオールと共にプレーした。スピードのあるストライカーであったが、フラメンゴではポジションを得られず、1987年に、フラメンゴが、コッパウニオンを制覇した際には、ベベットやレナトガウショの控えとなった。1987年には、U-20 ブラジル代表の一員として、フィファワールドユース選手権に出場。4試合すべてに出場して2得点を挙げている。 1990年にガベアを離れ、サンパウロへ移籍した。しかし、サンパウロでのキャリアは非常に短く、翌年にはグレミオに移った。グレミオで2シーズンを過ごした後、ジーコに招待を受け、1993年に新たに設立された、日本のプロサッカーリーグ、J リーグのカシマアントラーズに移籍。開幕から、 抜群のスピードと得点感覚でゴールを量産。また、フリーキックの技術も高く、主力選手としてジーコと共にサントリーシリーズ優勝の原動力となった。また、独特の風貌がメディアの注目を集め、テレビ出演やコマーシャル出演をすると、日本サッカー界を盛り上げた。歌詞までは71試合の出場で50ゴールを記録した。 しかし、契約更新の際、金銭面の問題をめぐって、フロントと対立し1994年のシーズン限りで、鹿島を退団。その後、ベルディ・川崎、コンサドーレ・札幌に在籍。V 川崎に移籍して1シーズン目は19得点を記録したものの V 川崎でも契約更新の際、金銭面の問題をめぐって1年で退団。 翌1996年は、ジャパンフットボールリーグのコンサドーレ札幌へ移籍した。しかし、4月28日の富士通川崎戦で判定を、不服とし、審判に対し15回にわたって、バカと罵倒、4試合の出場停止処分を受け、さらに6月9日の大塚製薬戦で、再び退場処分を受けると、その責任を感じ同チームを退団。 コリンチャンスへ移籍した。翌1997年、再びイベルディ川崎に戻り、その年は、出場16試合で10得点した。キャリアの終盤には、カボフリエンセとジーコが設立した、CFZ でプレーした。引退後はブラジルに帰国し、父の農場経営を引き継いだ。2015年2月、ブラジル女子。 サッカーチームのフォスカタラタスの監督に就任した。その他の公式戦独特のハイトーンな早口で知られ、CM などではユーモラスな決め台詞で当時の流行となった。ありがとうございます。